です。両チーム入ってきました。決勝戦の舞台はここ秩父宮ラグビー場。この舞台でできるというのも盛り上がってきた選手たちにとっては光栄なことです。優れた能力を持った選手がいるんですけれどもね、どうですかね、あの小林のハイパント、まあ、ここも一つ今日焦点でしょうね、主にこう外国人選手がレシーバーでこう残るときにキックを、今ホイッスルです。決勝戦です。さあまずはバーバリアンズ、ハーフキャプテンの西田、こちらクロコがゾロを出す小林のハイパント、まあ、ここも一つ今日焦点でしょうね、主にこう外国人、本当に勝負を分けるんですね、それはもうオールブラックスであろうと、たまり場であろうと、まあ、北海道バーバリアンズであろうと、しぶといですね今の人、わー、うん、ディフェンス、うん、プレッシャーかけますたまり場、うん、これも前に出るプレッシャー、うまくかわしながら、リズム的にはどうなんですかたまり場の方は、うん、日野がキックです。昨年前のキャプテンの日野です。ここで縦を使います。ナンバー8のソロハート、肩のキック君島が後ろ、ハーマンス、ハーマンスは昨年のこの決勝の舞台で前半で肩を痛めた、いいパスです、スルーしてハーマンス、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 まだキープです。清田なんとか絡んでいきたいバーバリアンズ、外は数はどうでしょう、スペースは、うん、バーバリアンズ外に持っていく、さあだから一番向こう側、本当にこうチームの結束力、クラブの結束力が感じますね、お互いどちらもそれ十分あるですね、そうですね、まあ、フィリピン系、フィリピンの血を引いてる人で、はい、大きいですか、ついて、捕まえた、さあバーバリアンズチャンス、あこれも抜けてきました、たまり場、井戸モンタがボールを持って入ってきました、井戸モンタの走り、あんだか、あペナルティーからもちょっと孤立しました、そうです、ね、ここはちょっとバーバリアンズ立て直したことですね、少し時間を空けて、ナンバー8同士のマッチアップ、ソーハーマンスが入ってきます、この井戸モンタの走り、ミスターたまり場一人じゃないですか、してますよ、アドバンテージ出た、さあ立て、ハーマンスか、ナンバー8のソーハーマンス、スクラムの勝利と言っていいと思いますね、このスクラムで押し込んでいます、スクラムもあれだけ動いてるんでね、なかなかこうフランカーハーフでは止めきれない、頭下げました、さあ清田が行った、キャプテンに清田トッピングます、トゥキリの上、ハーマンス、ハーマンスが縦に出ました、これでハーフ、これはね意外と崩せそうですよ、そうでもいいでしょうか、